こんな怪我人をぶちのめすなんてそんな卑怯なことはしねえよな。それは男のやることじゃねえよな。なるほどな。確かに怪我人をぶちのめすなんて後味の悪いことだ。とっても男らしくねえことだな。心の痛むことだ。そうだろう。こんな俺をぶちのめしたら嫌な気分がずっと残るぜ。だと思ってよ。おめえをすでに直しといた。え？動けるかい？動けるだろう。怪我はすっかり治っただろう。一旦おめえを直せばよ。これで全然卑怯じゃねえわけだな。あっ！